ドンキーコングシリーズドンキーコングリターンズドンキーコングリターンズは任天堂より2010年12月9日に発売された w i i 用ゲームソフト。本校では異色作ドンキーコングリターンズ 3D についても説明する。ドンキーコングシリーズでは2004年のドンキーコングジャングルビートから約6年振りの横スクロールアクションゲーム。 2010年のエレクトロニックエンターテイメントエキスポで発表された。作中の世界やストーリーの流れはスーパードンキーコングシリーズから引き継がれており、1999年に発売されたドンキーコング64未来の約11年振りの正当続編にあたる。今作は前作までの開発を行ったレア社でなくメトロイドプライムなどを手掛けたレトロスタジオが担当した。 主にスーパードンキーコングの DK アイランドを舞台としており、工場や遺跡などの建物も存在する。前作の64版は 3D アクションゲームだったが、今作は SFC 版と同様の横スクロールアクションゲームに戻りつつも画面の手前や奥へとステージ進行もするようになっている。シリーズ初の二人操作プレイが可能。体力制限もある。 全8エリアで70ステージ以上ある。一度ステージをクリアすると GBA 版に登場したタイムアタックに挑戦できる。また各ステージにパズルピースがあり、集めるとおまけのシークレットが解放されるなど達成度は200%と要素も多い。Wii のみんなの任天堂チャンネル内のみんなのおすすめではシルバーランクを獲得している。 2013年6月13日には、Nintendo 3DS に移植作、ドンキーコングリターンズ 3D が発売された。2015年1月21日より、Wii U の Nintendo eShop でダウンロード版の販売が開始された。平和な島、ドンキーコングアイランドで事件が起こる。急に島の頂上の火山が噴火したと思ったら、楽器のような魔物、 敵族が現れたと同時に謎のタワーも出現した。すると敵族は怪しい催眠術で動物たちを操り倉庫にあった大量のバナナを奪っていってしまった。その事件を知った長老のクランキーコングは事件を解決するべく若い2匹のコングを呼んだ。クランキーの孫ドンキーコングとドンキーの相棒のディディーコングである。幸いにして2匹には 敵族の催眠術が通用しなかったため、彼らが協力して敵族を退治するしかない。奪われたバナナと島の平和を取り戻すため、ドンキーコングとディディーコングの大冒険が始まる。各コースをクリアすることで次のコースへ道を開き、いくつかのコースがひとまとめになったエリアのボスを倒す流れ。ボスを倒すと次のエリアへの道が開く。これを繰り返し、最終的にラストボスの ティキトングを倒すことが目的である。各コースは終点にあるゴールバレルを叩くことでクリアとなる。コースを有利に進めたり、あるいはやり込む要素として、コース中にはバナナや KONG パネルおよびパズルピースなどのアイテムが共通で設置されている。一人プレイの場合、ドンキーはライフ二つだが、リディーがいるとリディーのライフ二つも追加される。この場合はダメージを リディが肩代わりするが、リディはライフが尽きると退場する。ただしコースから落ちたり、トロッコやロケットバレルのコースで障害物などに激突したり、するとリディがいても関係なく、即ミスとなる。ミスした時はコースの始めからやり直しになるが、中間ポイントを通過していれば中間ポイントからの再開となる。なお、過去のシリーズとは異なり、 本作では水中に入ることが一切できず、水に落ちるとミスになる。同じコースで8回以上ミスすると再開する場所にお助けピックが現れ、指定されたボタンを押せばスーパーアドンキーが自動的にコースを進んでいく、お手、本プレイを見ることができる。中間ポイントを通過していてもお助けプレイを見る場合はコースの始めからスタートされる。 お助けプレイ中に指定されたボタンを再び押せば、スーパードンキーを自ら操作できるが、スーパードンキーでのコースクリアは無効となり、通常のドンキーで再挑戦しなければならない。バルーンが例の状態でミスすると、ゲームオーバーとなる。バナナ、KONG パネル、パズルピースはいずれもゲームを通常クリアする場合は、すべて取る必要はないが、 クリア率100%以上を目指すならすべて取る必要があるコースごとに用意されたアイテムの隠し部屋であるボーナスステージはバルーンなどの補充のために用意されたスーパードンキーコングのタイプと隠し要素を解禁させるためのアイテムを探し出すスーパードンキーコングに同三のタイプを合わせたものになっておりバナナやバルーンなどを集めて進行を有利にしつつ同時に決められたルールを クリアして隠し要素を解禁させることが目的となっている。一人プレイではドンキーコングを操作し、ディディがいれば常に背中に乗っている。二人プレイでは 1P がドンキーコングで 2P はディディコングを操作する。タイムアタック一度クリアしたコースを制限時間付きでプレイできる。クリアタイムに応じて早い順にスーパーゴールドゴールドシルバーブロンズの称号がもらえる。 ミラーモード隠しコースなどを含むすべてのエリアのコースをクリアし達成度が100%になると出現する。ライフが一つで DD が不在、さらにアイテムが使用不可能。また、その名の通りコースが左右反転しているほか、回復も不可。ミラーモードですべてのコースをクリアすると達成度が200%になる。パズルピースを集めることで増えていく要素。 BGM やイラスト、ジオラマなどを見られる。さらにある条件を満たさなければ出現しないおまけもある。全部で9つのエリアがある。ドンキーの家があり、ヤシの木も生い茂る。冒険の出発点となるジャングルのエリア。波が打ち寄せる浜辺と海のエリア。海賊船も現れる。古代の神殿や石像がある遺跡のエリア。クリスタルが採掘されている鉱山のエリア。 このエリアのステージ分けを除くすべてが、トロッコやロケットバレルで進むステージとなっており、敵や地形との接触がほとんど許されないため、どれも難易度が高い。様々な植物や生物が生息する森林のエリア。恐竜の化石が点在し、大量の原油が流れている岩山のエリア。スモックが充満し、ロボットがうごめく工場のエリア。7から1をクリアすると、 スモックが取り払われ、エリアの全貌を見られるようになる。また、ボスステージに入るには7から5、7から6、7から7に隠されたスイッチを探し出して ON にする、ことで現れる。ボスステージに進むには 7R をクリアしなければ、ならない。マグマが流れ出し、溶岩が飛び交う火山のエリア。ティキ族の本拠地であるティキトングタワーも、ここにある。 8つのエリアすべての軽コースをクリアすることで入れるようになる隠しエリア。このエリアにはボストの対決コースやラビリンスの名を冠したコースがない。v 版では黄金の神殿のみだが 3DS 版で9から1から9から8が追加されている。これらは各エリアのコースをモチーフにした高難易度コースとなっており、これらをクリア後に黄金の神殿に入れるようになる。 今回は、クレムリン軍団をはじめとする過去のシリーズに登場した敵は一切登場しない。代わりに、新しい悪役,役、敵族を中心とした敵キャラクター構成となっている。本シリーズの新たな敵。楽器の姿をした怪物たちで、奏でる音楽で動物たちを操ることができるが、ドンキーには効かなかった。彼らの目的はバナナを集めることであり、そのバナナは、 敵族の源だった模様。だが彼らのその後の目的やなぜ多くの敵族を製造していたのかは不明。ボスクラスの敵たちは各エリアの最後にボスに乗り移ってドンキーたちに戦いを挑む。また一部の敵族はマリオカート7にレースの障害物として登場している。敵族ではないがドンキーたちの冒険を邪魔してくる敵キャラクターたち。 各エリアの最後にはボスが待ち構えている。ティキトング以外、どのボスもティキ族に操られている。ドンキーコングリターンズ 3D は、2013年6月13日に発売された、ニンテンドー 3DS 用、横スクロールアクションゲームソフト。Wii1 のものを、ニンテンドー 3DS に立体したようで移植した、ものである。2013年2月14日に放送された。 ニンテンドー 3DS ダイレクトルイージスペシャル2013.214で発表され、ニンテンドー E ショップにて開発中の 3D 映像も公開された。開発は Wii 版オリジナルのレトロスタジオではなく、モンスターゲームズが担当している。追加要素として、携帯機で手軽に遊べるように、ゲームバランスを調整したニューモードの搭載や、既存の8エリアをテーマにした8つの、 完全新作コースなどがある。ニューモードでは、体力が2つから3つに増やされたほか、クランキーの小屋で購入できるアイテムの価格が低下。さらに、いつでも DK バレルを呼び出せる、ポータブル DK バレル、落下しても一度だけ復活できる、グリーンバルーン、トロッコや、ロケットバレルでのダメージを2回まで守ってくれる、クラッシュガードといった、難易度を緩和する新アイテムが追加されている。 Wii 版の難易度をそのまま再現している。オリジナルモードも搭載されている。ローカルプレイによる二人協力プレイにも対応している。ドンキーコングリターンズ 3D に関するカテゴリー。ありがとうございます。